713系電車は日本国有鉄道が設計、製造した交流均衡系電車。交流電化された地方幹線における普通列車の電車化の促進のために1983年に3系列目の交流電車として製造された車両である。電化路線であった長崎本線での機関車、原因普通列車を1984年2月1日ダイヤ改正で、 電車化する際に製造された九州発の交流専用電車である。電車化には基本的に581.583系の余剰車両を均衡型に改造した715系を投入するだけでは不足するため試作車として4編成8両が東急車両製造と日立製作所にて申請され、南福岡電車区に配置された。しかし、 国鉄の財政悪化により車両製造コストが強く抑えられるようになり、余剰化した急行系電車の車体の世界及び近郊系化改像により必要量数を投入する方針に転換。このため本系列は結果的に試作車編成が製造されたのみで量産はされなかったが採用された技術は JR 以降後に登場した7 8 3系、8 1 1系、 787系、アブクマ急行8100系などに活かされた。当初からローカル輸送用として設計されたため、輸送需要を考慮して、制御電動車、クモ派713型と制御付随車、クハ712型がユニットを組む、MT-HM1T としたが、711系に、順次 1M2T での運用も可能な設計である。車体は、当初の計画では、 ステンレス車体であったが417系を踏襲した構成で両開き扉を片側2箇所に配置。塗装もクリーム色1号に緑色14号体の新塗装を採用した。座席はセミクロスシートとした。車内カラースキームは同時期の201系などに沿った暖色系でクロスシート座席の枠は焦げ茶色である。冷房装置は本系列用に開発された。 au710 系集中式冷房装置を搭載する。制御方式はサイリス体操制御であるが711系とは異なり開示はサイリス体操制御による多例開示としている。国鉄電車としては初の交流改正ブレーキを採用した。九州島内専用のため周波数は 60Hz のみの対応であるが電源周波数を変更することで 50Hz にも 対応できるようになっている。主電動機は MT、単子電圧を 500V に引き上げることで、1時間定格出力を 150kW としている。歯車比は6.07と大きく取ったため、最高速度は時速 100km とされた。台車は当初空気バネで計画されたが、床下機器の搭載スペースが増大したため、コイルバネ台車とし、雲花713型は、 片押し製林子装備の DT21D 型、区七712型は、ディスクブレーキ装備の TR62 型を装着する。7 1 7十4 7 5百4 5 7系との並結運用を当初は考慮しておらず、制御回路用引き投資は、k 9 6系ジャンパ連結機を搭載した。しかし4編成8両という少数ゆえに故障時を考慮し、 ブレーキシステム読み替え装置が搭載され、1997年に475系との連結テストを実施した。開版前の713系、リクライニングシート交換後の車内、国鉄分割民営化時には、九州旅客鉄道に承継。1986年から1987年に、かけて白地に、青帯の九州色に変更され、引き続き、長崎本線、 させぼ線で運用された。813系の増備1996年の宮崎空港線開業により、同線のシャトル列車へ転用が決定し、同年3月16日のダイヤ改正で全車が鹿児島運転所に転属した。編成番号は LK901 から904となった。同年7月18日の宮崎空港線開業までに全車とも、 サンシャインの愛称名が付けられ外部塗装を赤基調の塗色に変更。出入り口間の座席を485系廃車、発生品の回転リクライニングシートに取り替える、改造が施行された。座席背面に設置されていたテーブルも損置されている、ほか、ロングシート部分をバケットタイプとし、数と分ずつ独立したヘッドレストを設置し、 ロングシートでの長時間移動においても居住性の向上が図られた。また、車椅子スペースや大型の荷物置き場も新設されている。2003年には、車内収集中式、ワンマン運転対応化改造も施行され、ドアチャイムも設置された。2008年から2010年にかけて、主制御機器の乾燥を伴う更新工事が、鹿児島総合車両所で施行され、 改造後は例番台に改版された。2008年に LK904 編成の主制御機器の換装を伴う改造が、鹿児島総合車両所で施行され、改造後は例番台に改版され、編成番号も LK4 に変更された。2009年には LK903 編成に、2010年には残るに編成にも施行され900番台は消滅した。 その後2014年までに全編成がシングルアーム式に交換、ATS が ATSDK に更新された。2015年現在、日本本線、宮崎空港線で運用される。ありがとうございます。